ね、これ一気にもこれで相手は死んでます。例えば一刀流ですと最初の技は極意技と言われてます。それを今大刀流も入門編の中に一番大事な極意の技が入ってると。それから応用変化が非常に多くて、非常に一本取り一つ覚えてるだけでもいろいろ使い方が皆さんにもできるんじゃないかと思ってます。で、引き落とした蹴りが入ってドーンとこう蹴りが入った後さらにガッとこう、はい、これはちょっと違いますね、最初の頃は。これで落としながら蹴りを入れて入っている、まあ、初期の技の方が荒っぽいですね。